人面鏡で剣木を封じる。裏切り者め、何たる不敬じゃ。島陽太か。それで先週人の信頼を変えるとでも。同族でない限り心を通わせることなど永遠にできん。長老のおっしゃることはよく理解した。だが我は意を決した。変えるつもりはない。ならば竜士たちに告げ、お主の竜尊の名号と力を奪い取るまで。これは初めて剣木を鎮圧する使命を受け入れた竜尊。それ以来歴代の竜尊は剣竜太夫殿に戻り、古海の潮を引いて剣木の封印を固めてきた。思い出したのか。ああ、三僧を礼拝し逆茂木を彫金せよ。これで玄魂の奥深くにつながる道が開くはずだ。何それ、なぞなぞ。三僧を礼拝ってどういう意味？心配するな、俺についてこい。あれ何？竜？着いたか。ここが剣木の玄魂、北条の神の御業が宿る地。三僧を礼拝し逆茂木を彫金せよ。つまりここのことだ。竜の力を受けて玄魂に竜の形をした木のコブができている。今最後の封印を解こう。準備はできているんだね。将軍だったか。あの悪者、やっぱりここでうちらを待ってた。ここまでだよ元老。恩人様も来ているのですね。焦らずとも身支度が終われば会いに行きますよ。薬王秘伝がうぬぼれるのもうなずける。この剣木は確かに生を作り出す力を持っている。諸君、くれぐれも気を抜かないように。炭鉱殿、私の背中は君に任せた。わかった。元老のやつ何してるの？確かにその名に恥じる。これで何ができるか試してみるとしよう。そうだ、泉州に長命をもたらした力で壊滅を与えようではないか。元老め、剣木から奪った力を使っているようだ。諸君はあれら原価の大将、私が奴の肉体を撃とう。大事な大言を吐き寄って、剣木が生み出したこの尊き体を撃つなど、わらわにとって
この場にいる全員が虫けらに等しいというのに。気をつけろ、なのか。排除する。代価を払ってもらう。ふっ、悪い子ね。おやすみ。さあ、逃げてみる。がよい。鶴ごとき、切り落とせばよい。強がりよって。平気よ。はっ。この身こそ純子の矢尻。全ては壊滅を迎える。北条も純子も例外なくな。何かを払ってもらう。我に力を。間に合ったようね。ほんの気持ちよ。気にしないで。助かった、ありがとう。騎兵の名、立ち切る。勝利を手にしたと思ったか、言動。まさかお主、不朽の竜の血族か。おお、今さら剣木を守る役目を果たそうと。排除する。手の施しようがないわね。私たちを虫けらと言ったね。元老、虫けらとほぼ互角に戦っている君も絶滅大群の中では初めてなんじゃないか。それはつまり他の絶滅大群にも会ってみたいという意味か。残念だ。お主らにその機会は訪れない。いいや、その技はもう見飽きた。大事ない。死に際の虫けらが上がる次の演目では、お主らをボイドレンジャーに変えよう。壊滅の力に蝕まれナヌーク様の駒となるがよい。よし、決めた。この傲慢極まりない戦州の将軍からにしよう。先週の将軍様をボイドレンジャーに変えたらラフで心に愛情が起きるだろうか。そんな壊滅は実に楽しみだ。お主。失ったのはわらわが作った肉親でしかない。果たしてお主はいつまで持つだろうな。戦州が壊滅する日はすぐ訪れるぞ。さあ、壊滅の数秒やメギオンに次ぐ純子の復讐は必ずや果たされる。
ケイゲン、大丈夫？ああ、なんとかね。相変わらず息が合っているようだ、私たち。元老、恐ろしい敵であった。もし彼女が壊滅の力を私の体内に注ぎ込み、私をボイドレンジャーに変えようとしていなければ、勝敗はどうなっていたかわからないだろう。これも炭鉱殿のおかげだ。君の見事な一撃が私と緊密につながっていた元老に重傷を負わせ、彼女と剣木の結びつきも断ち切ってくれたんだから。そういうことだったんだ。炭鉱が槍であんたを刺した時はびっくりしたんだから。元老はまだ生きているのか？残念ながら壊滅の指令はそう簡単に滅びはしない。だがしばらくは元老の力も落ちたままとなり、剣木に再び手を出す心配もないはずだ。ただ性格の封印作業にはまだ時間がかかるだろうが、それらのことは普賢殿に任すとしよう。私は眠気が。ちょっとケイゲン、目を開けて。こんなとこで寝たらダメだよ。ねえ、起きてってば。もっと珍しい剣は見つかるかな。